おはまるどうも、しょうまるセブンでございます。はい、今回ね、ご質問が来たんでね、お答えしようと思います。では、まずは高評価、世論スタート。はい、やります。僕は万年プラチナユカペロなんですが、サブアカが多いように思います。もちろんサブアカが多いし、ランクが上がらないとは思ってませんが、負けた時になんでこんな強い人がプラチナ隊にいるんだ、と思ってしまいます。サブアカってそもそも禁止にできないのでしょうか？毎シーズンよりも多くなってる気もします。僕からしたらサブアカはチーターと変わらないです。とのことですね。まあ、そうですね。まあ、サブアカはね、まあ、多いと思いますね。まあ、これはなんでかっていうとですね、チーターが多いからですね。はい。まあ、配信者とかって別にメインだからさ、一生回してるかもしんないけども、普通の人ってそうはいかないんですよ、やっぱり。まあ、例えばですけど、今だったら、ダイヤ以上になったら、チーターとの遭遇率めちゃくちゃ上がるんですよ。まあ、プレマス隊なんか行ったらもっと上がりますね。おそらく。まあもう最近ツイッターとか、まあ切り抜きでもいいんですけどもね、地域とかの。もう一生チーターとDDoSの話しか上がってないんですよ。っていうぐらい多いんですよ。まああいつらちょっと変態なんでね、一生メインアカで回してますけども、普通の人は回せません。はい。まあ普通の人だったら、あ、クソゲオッツってなるわけですよ。チーターとかDDoS来たらね。で、まあカジュアルもね、まああんな感じなんで、まあこのゲームで一番面白いことと言ったらサブアカで、まあダイヤまでやるとか、マスターまでやるぐらいだと思うんですよね。なのでチーターが多いからこそサブアカも増えます。なので、これって別に上位隊だけの問題じゃないんですよね。チーターを処理しないせいでサブアカを作って、上位隊の人が、まあプラチナ隊とかゴールド隊を暴れるとかね。で、なってしまうんで、運営としては早めに対処した方がいい。で、そもそもこのゲームでサブアカっていうのを禁止してないんですよ。まあもちろん通報項目にスマホとかってありますけども、スマホでバンされた人多分見たことないですね、僕は。どちらかと言ったら、まあそんなにしないでねっていう感じだと思います。コンバーターも多分そうです。通報の項目にもあるけれども、実際バンしてるかって言ったら、聞かないですよね。多分書いてあるだけです、あれ。で、サバカの禁止に関してはね、これはもう運営がサバカを禁止っていうことにしない限りは、まあなくならないですね。まあなくしたところでどうなるかっていう話ですけども、まあ人が減るしかもうない気がしますけどね。はい。まあサバカを禁止したら上位隊はまあやめるんじゃないですかね。ほとんどの人は。まあ、プラチナゴールドの人はどうなるかっていうとちょっとわかんないですね。まあ、サブアカのせいでやめるってことはなくなるかもしれないですけども。まあ、実際どうなるかはわからない。うん。で、仮になんですけど、サブアカを禁止にして、儲かるとか人が増えるんだったら多分やってると思うんですよね。で、禁止にしないってことは多分サブアカがいた方が運営的にはいいんじゃないかって判断してると僕は思います。まあ、だから禁止にしないんじゃないかと思いますけどね。で、サブアカが毎シーズンでも多くなってる気がします。まあ、これはまあ、まあ、これはもうチーターがね、シーズンごとに増えてるからって考え方でいいんじゃないでしょうかね。で、サブアカはチーターと変わらないですなんですけども、まあ、そうですね。まあ、圧倒的差があるんだったら、まあ、チーターと変わらないですね。はい。起こされて終わりですからね。ってな感じですかね。はい。まあ、サブアカを減らすにはね、まあ、運営がサブアカをそもそも禁止にする。あとはね、上位隊のチーター、対策ですかね。まあ、そこら辺しっかりしていけば減るには減ると思いますね。ただ完全にゼロには多分できません。って感じですかね。はい。じゃあ、今日の動画は以上でございます。何か意見や質問がございましたらコメントの際。はい、お疲れちゃうっす。あ、登録